セバスティアン・ジョビンコは、イタリアトリノ出身のサッカー選手。アル・ヒラル所属。ポジションはフォワード。ユベントスの下部組織出身。2006から07シーズン、ボローニャ戦にて公式戦デビュー。途中出場ながら、ダビド・トレゼゲのゴールをアシストする。ユベントスは、経験を積ませるため、2007から08シーズンは、クラウディオ・マルキジオと共にエンポリに、レンタル移籍させた。 エンポリは、セリエ B への降格が決まるが、ジョビンコは攻撃の核として活躍。6ゴールを記録し、高い評価を受けた。2008から09シーズン、ユベントスへ復帰。自身が決勝ゴールを決めた、ボローニャ戦やチャンピオンズリーグのチェルシー戦など、高パフォーマンスを見せた試合も少なくはなかったが、レギュラーポジションの座を得るには至らなかった。2009から10シーズン、 ユベントスが新司令塔として、ジエゴを獲得したことや、ジョビンコ自身も怪我に悩まされ、出場機会はさらに減少した。2010から11シーズンに就任した、ルイジ・デルネイリ監督のもとでは、構想から外れ、パルマへ、レンタル移籍した。パルマでは、チームの中心選手として活躍。シーズン終了後には、パルマがジョビンコの保有権の半分を300万ユーロで、買い取った。 2011から12シーズンはリーグ戦で15ゴールとパルマの残留に貢献した。この活躍が認められて、ユベントスが保有権の半分を1100万ユーロでパルマから買い戻し、復帰が決定した。2015シーズン、編集2015年、トロント FC でプレーするジョビンコ。2015年1月19日、シーズン終了後にメジャーリーグサッカーのトロント FC に、 フリーで加入することが決定した。年俸700万ドルで5年契約を結んだが、この年俸は、オーランドシティ SC の加価カを上回り MLS、最高額となり、7月にニューヨークシティ FC とアンドレアピルロが契約を結ぶまで、全世界のイタリア人選手として最高額の年俸であった。2月2日、トロント FC に加入するために、 当初の予定より5ヶ月ほど早くイベントスを退団したことが発表された。3月7日、バンクーバーホワイトキャップス戦で MLS デビューし、ジョジー・アルティドールのゴールをアシストした。4月4日、シカゴ・ファイアー戦で MLS 初ゴールを挙げ、ベノア・シェイルのゴールもアシストしたものの、チームは2から3で敗れた。5月13日、カナディアンチャンピオンシップ2015準決勝の モントリオールインパクト戦のセカンドレックで1ゴール1、アシストを記録し、チームは3から2で勝利したが、アウェーゴール差で敗退した。5月30日、サンのゼアースクエイクス戦で2アシストを記録し、MLS13 節の週間 MVP に選出された。次節の DC ユナイテッド戦で2ゴールを挙げて2週連続で週間 MVP に選ばれた。7月12日、 ヤンキースタジアムで開催されたニューヨークシティ FC 戦で MLS 遺跡後初のハットトリックを達成した。9分間で3得点を記録したが、これはリーグ史上3番目に早いハットトリックとなった。この試合の活躍でシーズン3度目の週間 MVP に選ばれた。7月18日、フィラデルフィアユニオン戦で1ゴール1アシストを記録し、 MLS オールスターズに選出されたが、負傷によって、チームメイトのアルティドールが代わって選出された。8月5日、オーランドシティエスシーで、ハットトリックを記録し、シーズン得点を16得点とし、2010年に、同院でロサリオが記録したクラブのシーズン、得点記録15得点を更新した。8月6日、7月の月間 MVP に選ばれた。8月14日、 オーランドシティ戦でのフリーキックからのゴールが週間ベストゴールに選ばれた。8月29日、モントリオールインパクト戦で51分に負傷交代し、重大な負傷ではないと報告されたが、時節を欠場した。9月3日、8月の月間 MVP に選ばれ、2ヶ月連続で月間 MVP に選出された。9月13日、ニューイングランドレボリューション戦で復帰した。 9月26日、シカゴファイアー戦で2アシストを記録し、シーズンのゴールとアシストを合計した数を35とし、クリス・ウォンド・ロースキの記録を更新した。翌日、前日の試合でのジョビンコのセンタリングからのジョナサン・オソリオのゴールが見直され、ジョビンコのゴールに変更されたため、その試合2つ目アシストがシーズン20点目の得点となった。10月14日、 ニューヨークレットブルズ戦に途中出場し、ドリブルで複数の選手をかわし、左足のシュートでゴールを挙げた。この試合に勝利したことで、クラブ史上初の MLS プレーオフ出場が決定した。このゴールは、後に MLS のシーズン最優秀ゴール賞にノミネートされたが、この賞はネーメト・クリスティアーンが受賞した。何人かの評論家は、ジョビンコのこのゴールが、 シーズンのベストゴールがであり、トロント FC 史上最も素晴らしいゴールであるとし、このゴールを称賛した。評論家はまた、ジョビンコが、現在の MLS で最も素晴らしい選手の一人で、あるだけでなく、すでに MLS 史上最も素晴らしい選手の一人で、あると賛辞を送った。10月25日、シーズン最終節のモントリオールインパクト戦で1、アシストを記録し、 シーズン22得点16アシストの記録を残した。22得点で、K、ケイカマラと共に得点王となり、16アシストは、リーグサイターアシストとなった。これにより、MLS で、得点王とサイターアシストを、同一シーズンに、同時受賞する初めての選手となったほか、トロント FC の選手で、また、イタリア人選手として初めて、これらのタイトルを獲得した選手となった。 プレーオフでは、モントリオールインパクトに敗れた。11月に、MLS 最優秀新人賞と MVP の両方の最終候補3名に残り、11月23日と12月2日に、両方の賞を受賞した。11月29日には、MLS ベストイレブンに選ばれ、12月30日に、2015年の最高の契約に選ばれた。2016シーズン。 編集2016年3月6日、ニューヨークレッドブルズ戦で82分のペナルティキックからゴールを挙げ、さらにマルコデルガードのゴールをアシストし、開幕戦に2から0で勝利した。4月16日、DC ユナイテッド戦で試合開始から57秒でゴールを挙げ、2012年にレジーラムが記録した1分50秒を上回り、クラブ記録を更新した。4月23日、 モントリオールインパクトとの401ダービーで2得点を記録した。このゴールにより MLS40 試合で28得点を記録し、クラブの MLS 最多得点に並んだ。この週の週間ベストイレブンに選出された。5月7日、新たに改装された BMO フィールドでの FC、ダラス戦で遠藤翼のゴールをアシストした。5月14日、 バンクーバーホワイトキャップス戦で2ゴールを挙げ、クラブの MLS 最多得点記録を更新した。6月29日、カナディアンチャンピオンシップ2016決勝のバンクーバーホワイトキャップス戦、ファーストレックでゴールを挙げ、セカンドレックは敗れたが、アウェーゴール差で勝利した。7月14日、2016年のベスト MLS プレイヤー SP 賞を受賞した。 2016年の MLS オールスターズに選出された。7月23日 DC ユナイテッド戦でハットトリックを達成し、トロント FC の歴代最高得点記録の33得点を上回った。この試合でフリーキックから2ゴールを挙げ、MLS でのフリーキックからの得点を通算7得点とし、2010年以降のフリーキックからの得点で、 デビット・ベッカムの6得点を上回り最多となった。その週の週間ベスト11と週間 MVP に選出された。8月27日、モントリオールインパクト戦で4頭筋と内転筋を負傷した。当初、1ヶ月間欠場すると見られていたが、予想以上に深刻だったために7週間欠場した。10月16日、モントリオールインパクト戦で復帰した。 10月26日、フィラデルフィアユニオン戦で先制ゴールを挙げ、このゴールはトロント FC にとって MLS カッププレーオフでの初ゴールとなった。この試合に3から1で勝利し、初めて東カンファレンスの準決勝に進出した。11月6日、東カンファレンス準決勝のセカンドレックでハットトリックを達成し、2戦合計7から0で勝利し、 東カンファレンス決勝に進出した。11月22日、モントリオールインパクトとの東カンファレンス決勝、ファーストレッグでアルティドールのゴールをアシストしたが、チームは2から3で敗れた。11月30日、セカンドレッグでは再びアルティドールのゴールをアシストし、5から2で勝利し、2戦、合計7から5で MLS カップ決勝に進出した。この試合で、 ふくらはぎの痙攣のため97分に途中、交代したが、MLS カップ決勝の出場には、問題なかった。12月5日、2年連続で MLS ベストイレブンに、選ばれた。12月10日、シアトルサウンダーズ FC との、MLS カップ決勝では、ジョビンコは、シアトルのアグレッシブなディフェンスに苦戦した。試合中、6回のファールを受け、いくつかシュート放ったが、ブロックされた。 103分にトゥセントリケッツと交代した。チームは PK 戦で敗れ優勝を逃した。2017シーズン、編集2017シーズンからプレーメーカーであるビクトルバスケスが加入したことでジョビンコとマイケル・ブラッドリーがゴールのチャンスを作ることの負担が軽減され、ジョビンコが攻撃に集中できるようになった。また、フォーメーションが中盤が ダイヤモンド型の4から4から2から3から5から2に変更され、ジョビンことアルティドールの連携が深まり、バスケスが司令塔としてツートップをサポートすることでアルティドールの得点数が増加した。2017年4月8日、このシーズンから新規参入したアトランタユナイテッド FC 戦でシーズン初ゴールを挙げた。6月27日、 カナディアンチャンピオンシップ2017決勝のモントリオールインパクト戦、セカンドレックで2得点を記録し、優勝した。カナディアンチャンピオンシップの MVP に当たるジョージ・グロス、記念トルフィー賞を獲得した。7月30日、ニューヨークシティ FC 戦で2ゴールを挙げ、4から0で勝利した。フリーキックで挙げた2点目のゴールは、MLS50 点目であり、 フリーキックからの10点目のゴールであった。9月30日のニューヨークレッドブルズ戦は負傷のため欠場したが、チームは4から2で勝利し、2017シーズンのサポーターズシールドを勝ち取った。10月22日、シーズン最終戦のアトランタユナイテッド戦で、ジョビンコはトロント FC で100試合目の出場となり、フリーキックからゴールを挙げた。トロント FC は勝ち点を 69九1998年にロサンゼルスギャラクシーが記録した勝ち点68を上回った。また、ジョビンコはフリーキックから6得点を記録したが、これは MLS でのシーズン最多記録となった。2017シーズンの MLS、MVP 最終候補に選出された。セカンドレックでは80分にイエローカードを受け、 ファーストレックでのイエローカードと合わせて、次節出場停止となった。チームは、セカンドレックに敗れたものの、アウェーゴール差で勝利した。11月29日、コロンバスクルートの東カンファレンス決勝セカンド、レックで復帰し、この試合唯一の得点に関与した。この試合に勝利し、MLS カップ決勝に進出した。11月30日、3年連続で MLS。 ベストイレブンに選出された。12月9日、シアトルサウンダーズ戦に2から0で勝利し、チームは国内三冠を達成した。また、カナダに本拠地を置くクラブとして初めて MLS カップを制した。この試合では、先制点となるアルティドールのゴールをアシストした。10月30日、MLS カップ、プレーオフの東カンファレンス準決勝のニューヨークレッドブルズ戦。 ファーストレックではフリーキックからゴールを挙げ2から1で勝利した2008年夏には U-23 代表として北京オリンピックに出場4試合全てに先発出場しグループリーグ初戦のホンジュラス戦では利き足と逆の左足でゴール隅に突き刺すミドルシュートを決め話題を呼んだしかしチームは準々決勝でベルギーに敗れベスト8で敗退 メダル獲得はならなかった。2009年6月に出場した UEFAU-21 欧州選手権ではチームの4得点のうち3得点に絡み準決勝進出に貢献した。2011年2月10日国際親善試合のドイツ戦で A 代表デビュー UEFAU ロ2012の代表メンバーにも招集された。2013年6月19日の コンフェデレーションズカップ、日本戦で代表初得点となる決勝ゴールを挙げた。イタリアの司法と呼ばれ、マルチェロリッピも称賛する高い戦術理解度と、アンドレアピルロにも匹敵するフリーキックを持つと言われ、ディノ・ゾフはファンタジーの面ではデルピエロを超えると評価している。ユベントス FC、ユースユベントス FC。ありがとうございます。